robot. Look at this Cybertruck, man. You ever seen one of these before? Whoa. You work for Sean? Yeah, I'm Sean. What's up, man? Good. If you do that again, you're gonna get hurt. Hey, man, I got some valuables in there. Can you just be careful? Yeah, man. No problem. Oh, dude, come on, man. What are you doing? Hello everyone, this is Hayama の簡単カタカナ英会話。This time I'd like to show you about robots, mainly from States and then China. 皆さんロボットというと、ホンダのアシモ、そしてソフトバンクのペッパーくんを思い起こすと思うんですけど、この2つのロボットはもう終了していますね。ホンダはこれからアバターロボットというのに、力を入れるそうです。でソフトバンクの孫さんはこれからは AI じゃなくて AGI、 この AGI は後で説明しますけど、なんかものすごいことになっていて、これからどんな世界が広がるかなっていうふうに、ちょっと心配もあります。で一番メインに今回お伝えしたいのは、私がもう 5,6 年前から関心を持っていたアメリカのボストンダイナミクスという会社です。まず最初にボストンダイナミクスのアトラスというロボットをご覧ください。では Please watch and enjoy。ボストンダイナミクスのこれアトラスの前身だと思うんですけど、これは7年前の動画です。自分でドアを開けて外に出ます。でまあこれ何頭身というのか、はい、大変足が短い安定性のある形をしています。この雪道、滑るところでもバランスを取りながら歩いていることにびっくりします。時々こけたりずっこけたりします。ここでも滑ってますね。雪で滑るんですけど、なんとかバランスを保とうとしています。おっとっと、今度は荷物を棚に上げるという動作をしています。これ手のところ部分を見ていただきたいんですけど、指じゃなくてなんか装置をつけて、持ち上げてますね。ここからですね、邪魔が入ってもこのロボットは動じません。ああひどいですね。棒でつつかれて後ろに下がるけど、自分の任務はミッションは達成する。遠ざけられても目的のものをちゃんと運ぶ。ミッション達成するっていうのがやっぱりロボットは機械なので忠実ですよね。意地悪されてもめげない、負けない、指示通り命令通りに動くということをやっています。で後ろからつつかれて転んじゃいます。前に、倒れますが、さあここからです。自分で自力で立ち上がれるかな。頑張れ。はい、見事に立ち上がるんですね。この技術はすごいなと思います。そして動きがとにかく滑らかなんですね。関節、膝の部分とか足首の部分、手首の部分でも肘の部分でも肩でもとにかく滑らか。これはまあ工事現場設定なんですが、この人が道具をまた忘れたって言います。そしてアトラスがお任せっていう感じでその準備をします。一回転できるんですよね。すごいですね。これをプログラミングしてる人もすごいと思うんですね。どうやって指示を出しているのか。すごい滑らかですね、この動き。見てください、本当に滑らかなんです。ほらよっと、道具を渡し、はい、今度は帰る時はどうやって帰りましょうということで、自分で道を作って、はい、ここはワン回転します。このアトラスの動作がどれほど
まあ、しなやかで、あの人間に近い動作ができるかということを証明しています。階段も平気、はい、方向もちゃんと変えられる、細いところでも OK。 で2台のロボットですね。でちょっとずっこけましたけど、まあ、ロボットでもそういう時あると思いますけれども、はい、バク転します。すごいですね。もう一回ヘイって感じですね。アトラスのスムーズな動きをご覧いただきました。で、日本の川崎重工でも、あの災害時用のロボットを作っているんですね。昨年2023年に発表しています。このロボットの名前はカレイドって言います。ちょっとまだ、アトラスに比べると動作がぎこちないんですけれども、やはり日本の、あの企業でもこうやって災害時用のロボットを作っているっていうのがわかります。人間の形に似せて作られたロボットはヒューマノイドって言われます。ボストンダイナミクスでは人間の形だけではなくて、あの犬のような形のスポットというロボットも作っています。これはもう、2020年から、販売されています。いろんなカスタマイズができるので、これは応用が広いんですけれども、これをどう使うかっていうのが今問われています。ドライバー、トレイノはステージ左奥のトラックと共に到着しました。トラックからステージ右手前の避難所まで救援物資を運び出す仕事を行います。はじめに避難所までの道が瓦礫で塞がれているため、カレイドが瓦礫を除去していきます。力持ちのカレイドが重たい瓦礫を片付けることができます。瓦礫置き場に行く道は狭くなっています。人と同じようにカレイドは横を向いて通り抜けることができます。次に道路を塞いでいるゴミを片付けに行きます。5本の指を巧みに使いゴミ袋を投げ捨てます。仲間と息を合わせて足で机を押さえ、両手で机の高さを調整します。For the compliment. I'm thirsty. Here we are at the snack bar and the coffee machine. This is where our human companions find their energizing elixirs. 2013年に Google によって買収されたんですね。で、
でもこの Google はまあ短期に収益性がないというふうに見込んで、今度これをソフトバンクに売ったんです。日本のソフトバンク、孫さんですね。で、孫さん 100% 買ったんですけれども、ここからまた、孫さんは今度は韓国の現代自動車ヒュンダイに 80% の株を売ります。まだソフトバンクは 20% 持っているんですね。またイーロン・マスク氏はテスラでロボットをやはり作っていますが、ボストン・ダイナミクスのロボットにはまだかなわないようです。で、中国もロボットに力を入れてるんですけれども、なんかちょっとパクリっていうのかな、まあそんな感じもあると思います。この動画の冒頭でソフトバンクがこれから AGI 搭載のロボットに移行するということをお伝えしましたが、まあ定義としては人間のように複雑なタスクを柔軟にこなして、でデータから自ら学習することで未知の課題に対しても適切な判断ができる人間に近い思考回路を持つというのが AGI だと定義されています。 AI の研究者が2045年問題というのを定義しています。懸念されるのは20年後には今ある仕事の 47% が AI に奪われるということです。受付係、工場の作業員、配達員、タクシー、バスドライバー、警備員、これらの職種がなくなるかもしれないというふうに今は推測されています。ロボットは人間より力があるものができるし、今度頭脳も人間より勝るものができたら、こんな怖いものはないですよね。Unitree Robotics H1, Maximum Versatility and Flexibility. Unitree Robotics, from Hangzhou, China, has taken a big step forward with its H1 robot model. H1 is not just a regular robot, but is also called the world's most powerful, multi-purpose humanoid robot. SoftBank の孫さんはこの2045年問題を念頭に置いて、収益の上がるロボットを製作しようとしているのかもしれません。ホンダにしろソフトバンクにしろ、災害用のロボットにも力を入れてほしいものです。 Thank you for watching. Please subscribe. I see you later. Bye.